はい、どうも、16日目からじゃあやってきますかね。まずは AP 振っておきましょう。バイタリティ多めがいいかなとか思いつつ、まあ、こんな感じで。で、あとやっておくべきことは何かありましたっけ？ないですね。多分ないですね。あ、今日は丸ごとカットかもしれないね。まあいいか、これ見ましょう。まあ編もしかしたら編集多めかもしれないな。相変わらず素敵なお尻。でもあれだな、こうこの衣装、こう胸元がすごくいい。胸元が超素敵かな。こうなんか勝利した時とかこう注目してみてください。編集の時にこう思いました。ああいいなーってめっちゃ思いましたわ。あ、どうしてたかな。2連続キル行きましたかね。行ってないっぽいね。まあいいか。まあ準備運動だな。手の運動ですわ。手の運動、手の運動、手の運動に超いいかもしれないね、これね。カブト取っときますか。ちょっと待って、今日時間制限あるやったな。ちょっと待って、作戦ちょっと変えて、この2人、この2人を倒したいな。待って待って、いけるか。よし、いいぞ。いけるか。あれ、よしよし、いけた。6人倒したか。連続キルいけなかったけど、まあいいか。お前ら運が良かったな。胸元が素敵なんだよな、これが。いいよね、やっぱこのさ、もう素敵だな。多分この実況プレイをこうやればやるほど、こうなあれだね、僕のこのなんていうか、評価が、僕自体の評価がこうだんだんこう下がりそうな、なんかそんな気がするんですけども、多分気のせいですね。はい、じゃあやりましょう。これはデュエルですね。どんなやつかな。槍か。なんか妙にこう槍が多い気がするのは苦手意識があるからかもしれないな。はい、じゃああれですよね、こうやって、あれ間に合わない。ちょっと待って、やはり苦手。パリーが間に合わない。ちょっと待って、あれパリー入力してるんだけどな。よし、ようやく1回出てくれました。これはパリーフか。あんまり遠いと、遠いとなんかこうパリーフかスキルが多い気がするんだよな。だから近くに置きたいんだけど、近くにやると攻撃をしてこないという。これパリフか。パリやっていかないと。あー、これパリフか。盾なくなったぞ。盾なくなったんですけど、盾なくなると余計厄介なんですよね、モーション的にさ。あ、間違った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 。ちょっと待って、盾盾カブト取りたかったな、今。間違って、カブトを。ほい。スキルを、スキルじゃなかった。評価上げるのがなかなか大変です。違う。違う。大変ですわ。手数が少ないからな。実はこのゲーム難易度上げられるんですよね。
難易度が高くなるとさすがにこう攻撃が少ないってことになってくるんですけど、あちょっと大盾外と片手剣小盾スキルになるんですね。そうなると余計槍はこうなんだろう難しくなるんだよね。もうなんかモーションがすげえ分かれてないんですよね。なんかこうなんかタイミングをずらされる感じがしてね。あとはアドナリモードになっちゃった。これね、もちろん移動してやることもできるんだけど、スキルをやったときにあのシフトしやすくなるのと、あとそのスタミナを回復しやすくなりますね。だんだんこうなんか手強くなってきたかな。デュエルもこれ何人目かな。16位か。結構倒してきましたね。スタッグ、トライデント、トラキア式ガレア。まあ、あんまりいいもんないかな。チームバトル。人数無限、時間制限120秒。なんか似たような3人組ですけど。よし、さてあとはあれだな、仲間に取られないでどこまで行けるか。行けたか。どうですかね。できれば連続キルを狙いたい。人数無限だけどどうだろう。あ、HP 回復した。ちょっと待って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 。ほぼ連打ゲー。ほぼ連打ゲー。黄色ちょっと減らして。あ、いけるかな。ちょっと待って。手数多いな。あ、3連続距離。3連続距離来ましたね。運が良かった。やっぱこの剣なんかこう三段ソードでしたっけ、こう範囲が広くて一対多数の場合はやりやすいかもしれない。こいつあれかな、手数多くない、多くないね。リベイドスラスト、あこれなんだっけ、あのスキルレングスワイズか。レングスワイズでも微妙でしたね。ちょっと使ってみたらね、これ微妙なスキルですね。威力が高いとかあるのかな。なんかこうあんまり縦の隙間をこう狙えるような感じでもないし、おすげえ5連続ヒット。範囲が広いとこうあの例えば槍とかね、槍とかをこうつくじゃなくてこう払って使うこともできるんですけど、そうするとあの範囲が広いのでヒット数稼ぎやすくなりますね。だけどあんまり僕好きじゃなくて、槍使わないのはそういうところもあるんですけど、あの大味なんだよね、どうしてもね。だからあの中くらいの長さのグラディウスぐらいの長さが僕は好きですね。もっと短いあのダガーみたいなやつだとすごく隙が少ないんですけど、今度は逆にねこう追撃入れづらくなっちゃうから、ね、攻撃範囲が狭くなって1対多数の場合フルだっていうのもあるし、でもあえてこうダガーで戦ってみるってもいいかもしれないよね。バッシュ、これは縦系のスキルだったかな。縦でこう殴って相手をこう横に向かせるみたいな、そういうスキルだったと思います。どうしようかな、使うかな。はい、じゃあ訓練所に戻る。さて、結構あれだな、もう半分強ぐらいまで行って、あとでもどう3日ぐらいですかね。どうだろう、もっとかな。3日じゃいけないかな。
最上級行きたいね、早くね。よし、じゃあ今日はもう一日あります。バイタリティ多めに振っておきましょう。よし、じゃあスキルパネルちょっとだけ見て、レンジスワイド使わないよな。バッシュつけようか。これ消費スタミナ多いですね。盾で服を放ち頭部をオーダー、強く当たったら相手を横に向かせることが可能。これ狙ってみますか。プロシウス工業、よくアナ、今日も特別招待検討士として白熱の討議を期待しているぞ。しかし貴賓室でふんぞり返っている豚のような連中を見たか。あいつらは油の取りすぎだな。どんなに間近で見物しても血管を筋肉で守る剣闘士の世界を理解することはできまい。さあクアーナ、暴力の世界を見せてやれ。見せてやりますよ、たっぷりとね。はい、今日はタッグマッチサバイバルバトルロイヤルって感じですね。なるほどね。じゃあまずタッグマッチから。タッグマッチなんですけど、はい、今日はこのなんだっけ、 トラキアの中級剣士スエナンとかっていうのが左にいますけど、そいつがまず倒されるまで様子見ようかなと思います。確実に評価稼ぎたいってのもあるし、あ、倒されたね。で1対2の状況で今回戦おうかな。こっちの方がなんか動画的に面白いんじゃないかと思って、どうせ多分そんなに強くないだろうから、こっちがね。よし、まずはこいつにダメージを、てかもうすぐ倒せそうだなこいつな。連続キル狙えるんだったらレングサーでやってみますね。どうかな、どういうタイミングで狙うっていうのかな。こんな感じでかなりこうどうだろう、なんていうかな、追撃を入れやすい感じかもしれないな、こうやって、かなーって思いますけど。あ、連続で来ましたね。大したことなかったね今回ね。多分大したことなかったね。こう横にこう振り向かせるっていうのがね、だから隙がこう出ると思うんだよね。乱撃の手になると。色付き、色付き、うん、色付きありましたね。はい、サバイバル、時間制限90秒、対戦人数無限、これやりましょう。体力回復してこなかったけど大丈夫だと思うんだ。素敵、やっぱり相変わらず素敵。お、味方同士何やってんだよ、仲良くしなよ、仲良くしな、仲良くあの世に送ってやるからさ。ミドルのやつがいますね。いや、いないか、ちょっと待って、ミドルの自分だった。敵がこう同じ方向にいればやはり狙いやすくはないよね。黄色のがいますね。あ、ちょっと倒されたらやだな、なんか同士打ちするからな、たまには。あれ、連続いけないかな、意外といけない。しかしお前をもらったぞ。たまにこう阻まれますね。相変わらず今度は真ん中のが厄介だから、時間制限がある、確かね。だから無理しないで一人を倒したいかな。レングスワイズの機体だとバッシュか、バッシュを使ってみたいよな。
今使ってますけど、どうですかね。なんかこう、まあ、使いやすいスキルじゃないかなっていう気がするね。やっぱり半歩踏み込むから、あと10秒か。でまあいいかな。とりあえずでも、あ、もう一人いける？あ、いけないか、残念。盾、カブト取れなかった。色付きありますね、いい感じ。はい、次の特別闘技ですね。対戦人数9人か。ちょっと待って。医者に見せてもらうかな、見てもらうかな。あ、た、したことないか。まあいいか、やめておきましょう。大丈夫でしょう。プロシスト主催の闘技で外れなし。めきめき頭角を現した剣闘士よ、今日はどんな戦いを見せてくれる。対戦人数9人、時間制限無限。まあ大丈夫でしょう。バトンロイヤルっぽいね。バトンロイヤルですね。まあ、これだったらいけますね。9人ってことは人数多めかな。いつも何人ぐらいあったんだっけ。しかも時間制限もあるし、これはいけるね。でもなんかこう評価の上がりがなんか闘技ごとにこう だいたいこう決定されてるみたいなところがあって、上がりづらいっていう可能性もある。ちょっと一人あれだな、倒されそうなスタイルが。まずこいつをやって、あ、倒されたか、ダメか。アクスを連続キルやろうと思ったのにいけないじゃないか。これはミスったな。なんか一人すげえ弱いやつがいたから回復しました。一人すげえ弱かったから連続キル難しかったです。たまにこうなんか、まあ、あの強さにこうばらつきがあったりするね。まあ珍しいケースだな、こういうなんだっけ、ガトロイヤルにしてはね、一つ稼げそうな時は稼ぐからね。意外とこうなんか評価に変わってくるね。まあなんか多分連続キルなんかと比べたらそんなに感じたことはないんだけど、またなんか連続キル結構一人やりました。もう一人、連続キルいけないか。今回連続キルあんまりないですけど、でも評価は10いってますね。でもう一人はデュエルみたいになったかな。来たね。装備的にはそんなに大したことはないです感じの装備ですけど、でも結構強めっぽい。バッシュ使ってみましょう。こう半歩踏み込むのでこう使いやすいスキルかもしれないな。横を向かせることができるっていうのはどうなんだろう。こんな感じかな。ちょっと待って、なんか今日はなんかこのファリーがこう出ないんですけど、遅いかなタイミング的に。来い、ちょっと待って、入力が遅いのかな。まあいいか。まあ使いやすいけど、このバッシュは使いやすいですけど、初見診断。だね、やっぱ初見シーンの時はカバット取っていたいね。
ちなみにこうなんか間違ってこう右手に変なもの持ってると変なもので倒すのでちょっと笑えたりします。兜とかね、兜でこう首を切ったりするんですけど相当できないと思いますけど。はい、じゃあ戻りましょう。イベント進むかな。さすが暴れ戦士、お前の闘技を安心して見ていられる。メイデイヤーとの2枚看板が完全にうまくいき始めたな。これは特別報酬だ。負けレースには言うなよ。次も頼むぜ、スローで。あ、なんか来ましたね。奴隷同士の成り合いにしてはまあまあの偽物だったな。何者だ。私はドミニクス。道楽半分に商人の真似事などをやっているが貴族だ。言葉遣いには気をつけろよ。隣にいるのはカストル。私が可愛がっている剣闘士だ。いや別に変な意味じゃないぞでもなんかこう似てるから鬼っぽくないおとなしくしてろよ。下手な考えを起こしたらタラじゃおかないからな。なるほど、プロシウスはお前のような寄せ物を使ってでも自分の剣闘士団を守る気か。いい話がある。あの男を手伝うのをやめろ。そうすれば大金を支払うぞ。プロシウスが支払う報酬の2倍だ。金を受け取るってあれ、これ金を受け取ったことがないんですけど、受け取ったらどうなるんですかね。でも何が狙えたではない、やっぱりな。ここは簡単なことだ。以前メイデイヤを私に売れとプロシウスに持ちかけた。あんな女を味にできたら最高だからな。だがあの男は断った。もともとは奴隷の分際で生まれついてのローマ貴族に逆らったのだ。だから私はあの男の剣闘士団を潰すことにした。剣闘士団を潰して行く当てのなくなったメイデイヤをいただく。いいか、今手を引かなかったらいずれ命の危機につながると思え。おとなしく金を受け取った方が身のためだぞ。受け取らない、受け取らない。これあれだよな、イベント潰れちゃったりするかもしれないもんね。もうわざわざ命を危険にさらすとは。やはり奴隷は奴隷だな。子供のような計算もできないと見える。お前は間違った選択をした。近いうちにその代償を支払うことになる。行くぞカストル。プロシウスのような妄想兵器に肩入れするとはバカなやつだ。まあそのうちお前も呆れたものが言えなくなるだろう。あの男はお前以上にバカだからな。なんかこうあれだね、メイデイヤ絡みのなんかいろいろあるんだね。この間来た色黒のあの女性剣闘士ですね。はい、じゃあ今日はここで切ります。ご視聴ありがとうございました。はい、おまけ兜で兜ですね。これ刺さんないでしょうと思ってるけど何かが刺さってますこうなりますこれは歴史に残るね。かなり物理の法則に反してるもんね。歴史に残っちゃうわ。科学史に残るかもしれない